メイキャップアーティストのはるかです。今回はアイラインの描き方をご紹介します。まず最初に綺麗なアイラインを描くための3つのポイントをご紹介させていただいてから、跳ね上げ、垂れ目、切れ長の3タイプのアイラインの描き方をご紹介します。綺麗なアイラインを描くための1つ目のポイントは、お顔の向き、鏡、アイライナーの持つ角度。2つ目は点と点をつなげて線を描く。3つ目は襟を分けて描くということです。1つ目のポイントは、お顔の向き、鏡とアイライナーを持つ角度です。鏡をお顔の位置よりも下に持ち、お顔は正面、目線は鏡を見るように下に下げます。この時にお顔も一緒に下を向かないように気をつけてください。そうするとまつげの隙間を鏡で確認しやすくなります。アイライナーは下に持ち、下から優しく押し当てるようにして描くと、まつげの隙間をきれいに埋めることができます。2つ目のポイントは、点と点をつないで線を描くことです。一気に目頭側から目尻側まで描こうとすると難しく綺麗に仕上がらないので、点をつなげて線を描くようにまつげの隙間を埋めると失敗しにくく簡単に仕上げることができます。点と点は少し重なるようにして描いてください。3つ目のポイントは、エリアを分けて描くことです。中央、目尻、目頭の順番でまつげの隙間を埋めてからアイラインの終わりを仕上げます。アイラインを描くことに慣れていらっしゃる方は、ご自身の仕上げやすい順番で構いません。アイラインを仕上げていきます。今回はアイラインの描き方動画なので、アイシャドウは仕上がった状態からスタートします。まずはペンシルアイライナーを使用していきます。芯を長く出してしまうと折れやすく描きにくいので、2ミリ程度出した状態で使用してください。まつげをカールしてからアイラインを描きます。そうするとビューラーの時にアイラインが消えずに綺麗に仕上がります。まつげとまつげの隙間を埋めていきます。先ほどお伝えさせていただいたポイント2、ポイント3を踏まえて、点と点をつなげるようにして中央部分の隙間を埋めていきます。目尻部分の隙間を埋めます。目頭部分の隙間を埋めます。アイライナーブラシでなじませます。もしも失敗してしまった場合は、この時に修正ができます。目尻部分のアイラインの終わりを作ります。この後アイライナーブラシでぼかしていくので、濃いめに描きます。ペンシルアイライナーの場合は必ずブラシを使用して仕上げます。ペンシルのみで仕上げてしまうと、終わりの部分が太くなってしまい、プツッと切れた状態に見えてしまいますが、ブラシを使用するとシュッと先に向かって細く自然に仕上げることができます。ペンシルアイライナーを使用したアイラインの完成です。次にリキッドアイライナーを使用したアイラインを仕上げていきます。リキッドのみで仕上げると、まつげの隙間を埋めるのが難しく、アイラインが消えやすくなる場合もあるので、ペンシルアイライナーとの併用がおすすめです。なので、リキッドで仕上げたい場合は、先ほどのペンシルアイライナーで仕上げる工程を行ってから上書きするように重ねて描きます。ペンシルアイライナーの時と同様に、中央、目尻、目頭、アイラインの終わりの順番で仕上げます。すでにペンシルアイライナーでの下書きがあるので、アイラインの太さ、長さなどの目安があり、描きやすくなります。リキッドアイライナーの場合は横に持ち、筆を寝かせて使用してください。リキッドアイライナーを使用したアイラインの完成です。ここまでのアイラインの描き方をマスターすると、目尻の角度を変化させることによって様々なアイラインを描くことができます。今回は跳ね上げ、垂れ目、切れ長の3タイプをご紹介していきます。
跳ね上げのアイラインを描くときには目の下のフレームの延長線上になるようにイメージして描きます。ペンシル、リキッド同様の使用方法になりますが、リキッドの方がはっきり見えると思いますので、今回はリキッドを使用してご紹介していきます。目の下のフレームの延長線上になるように角度を決めて下のラインを描きます。その後上のラインをつなげます。仕上げに中を塗りつぶします。目の形によっては目をしっかり開けるとまぶたが重なり角度が変化する方もいらっしゃるので、目を細めたり開けたり繰り返して角度を調整してください。跳ね上げアイラインの完成です。垂れ目のアイラインは目の上のフレームの延長線上をイメージして描きます。今回はリキッドアイライナーのみで仕上げていますが、アイラインが落ちやすい方、アイラインを描くのが苦手な方は先ほどご紹介させていただいた時と同様にペンシルアイライナーと併用してください。上のラインと下のラインをつなげて中を塗りつぶします。アイラインを細く仕上げたい場合は今のように上と下をつなげて中を塗りつぶすのではなく、下のラインのみで仕上げてください。垂れ目のアイラインの完成です。切れ長のアイラインは目尻点線部分のまつげの隙間を埋めずに目の上のフレームから横に一直線上に描いていきます。黒目の外側、目尻の間までまつげの隙間を埋めています。少し目を細めると描きやすいです。上のラインを描いたら下のラインをつなげて中を塗りつぶしていきます。角度を上げたり下げたりせずに一直線上にして目尻に三角形を作るイメージをすると描きやすいと思います。切れ長なアイラインの完成です。まずは最初にご紹介させていただいた3つのポイントを意識してそれぞれのアイラインの形をお試しください。メイクの幅も広がり、マスクをしている日でもアイメイクを楽しむことができると思います。アイラインの描き方ぜひご参考にしてください。こちらのチャンネルではおすすめのコスメや日常メイクに取り入れやすいメイクテクニックをご紹介しています。動画がお役に立てた場合は高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。